金曜日です。今回はですね、カップヌードルの、もう一つ似たようなものがあってですね、まあ、お値段的には現在ではカップヌードル普通のやつは、150円ぐらいで、こちらのあっさり美味しい版のカップヌードルの方が、まあ、どちらも同じ味ですね。まあ、別の味もあるんですけども、同じ味のやつで、確かめてみようかなと思います。あっさり美味しいの方は、110円ぐらいでですね、なんか安いんですよね。なんか未来ではね、こういうのもさ、500円とかになってるんだよね。富士山の頂上で売ってそうな値段ですね。今では考えられないような。ね、こういうカップ麺ぐらいはさ、こう気楽に買いたいですよね、皆さんね。で、まあ、何が違うのかなっていうのもね、確かめていきたいなと思ってます。ちょっと今、熱々なので、で、入ってる具材ね、見てもらったらわかるんですけども、やはりそのあっさり美味しいの方は少ない印象を受けますね。で、普通のカップヌードルの方は、なんか入ってる感があります。なんか久しぶりにカップヌードルのやつ食べたというか作っててさ、焼きそばやったらお湯を捨てるじゃないですか。捨てかけましたね。で、これのいいところはちっちゃい袋とかなくてさ、もうお湯入れて終わりっていうのがいいですよね。で、その熱量、カロリー的にはやはりあっさりの方が低いですね。てか全体的に栄養分が、低いですね。あっさりが263カロリーで、普通のが351カロリーです。でですね、入ってあるものは、こっちに書いてある、ね。まあ、ちょっと見てみたんですがね、ほぼ内容としては同じです。で、まあ、書き方の違いですね。ポーク調味料って、カップヌードルの方で書いてあるんですけど、それがカップヌードルってこれ何味でしょうね。まあ、いろんな、まあ、ノーマル味か。醤油とかですかね。で、こっちの方ではね、あっさりの方ではポークエキスとなってます。ポークエキスと、ポーク調味料、違いは何なんでしょうかね。ていうかね、ポーク調味料が入ってないんですね、こっちの方は。それぐらいですね、違い。で、あと順番がね、ごめん、どこだ。あ、乳化剤の順番が前後するのと、燻液っていう、ようわからん感じですけどね、これの順番がね、ちょっと違うっていう、それだけですね。ほぼほぼ内容は同じです。サイズ感も、同じ。で、麺の量の、ごめんね、これ熱々なんで、きっと熱ってなると思うんで、ちょっとね、他のこと話してます。内容量が、あっさりが 57g、麺50。で、普通の方は、78g と麺が 65g です。麺が、15g 違いますね。で、書いてあるのはね、カップヌードルに比べてあっさり美味しいの方は麺が約8割になっているそうです。まあ、言い方変えたら2割減ってるということですね。減ってますね。2018年にこれが発売されたっぽいです。で、あ、そうそう。なんでもね、小さくなるというか、中身がさ、減る、なんかそのお客様のためを考えましたみたいな言い方で、某711コンビニさんでは、なんかそれで底上げたりあるじゃないですか。なんか悲しいね、そういうのを見ると。ね。で、しかもね、量が減ってんのに関わらず、値段上げとんねん。あれはあかんやろ。ね。さすがに客離れていくよ、そんなことしちゃったら。まあ、日清さんに関してはね、そんなことはしないと思いますけど、シュレッド、さ、このあっさりの方、今あっさりやけどね、これがカップヌードルになって、この、今のこのカップヌードルがなくなって、もう一つ新しくあっさりが出てきたら面白いですね。なんか、で、これも、麺8割って変わりはないんですけども、実は、あっさり美味しいの方の8割でした、みたいな。だから、なんや、ニューあっさり美味しいみたいな名前。悲しい。まあ、さ、この100円あたりで買いたい人はこのあっさりを選ぶんじゃん。半ば、まあ、安価版みたいな形ですかね。もう、なんか、ね、このカップヌードルの方は手出せないみたいな、高級みたいな。ね、もうそろそろさ、200円ぐらい行くんじゃないか。まあ、食べてみよう。そんな長々と話す必要性はないんだ。お腹が空いてるんだ。ほら、これまだ混ぜてないですよ。もうね、見た目が、こっちはちょっとブワーってなってくる。ね、もう麺見えてますから、こっちは。じゃあ、あっさりの方から食べていきましょうか。あー、俺もね、味噌菌ね、ちょっと流行りに乗ったろうかって思って行ったんですよ。いや、ほんまにないんですよね。コンビニ、セブンイレブン、はしごしても。その日にですよ。いや、でも売ってたっぽくはあるんですよね。あれ、並んでたみんなあれ。な、もしかしてもうあれほんまにただの伝説だった？
あっさりとした感じ。あ、なんかこぼしてしまったのか。いつこぼした？なんかまんまとさ、策略に乗ってしまった感があるよ。わざわざ2つ使ってって。こっちは結構水って同じ量入れたんだから。なんかね、味が濃い感じがします。ちょっといい？まあ、色的にも、そうですね。あっさりの方が薄い色合いな気がします。2つ合わせて600カロリー。確かに、味はね、薄めになってますね。あっさり美味しい方は。ですから、塩分を気にしてる方で、かつ、それでもカップ麺が食べたいよっていう方は、こちらのあっさりを選んでいただけたらいかがでしょうか。確かにね、カップヌードル、そもそも味がしっかりついてるっぽいんですけど、うん。でも、あっさりになると、確かにあっさりやなーっては思うよね。うん。というわけで、違いは、具の量と、味の濃さと、で、麺が、確かにそうやな。少ないですね。あ、だから、水吸ってるんか、そっか。麺が、2割減ったっていう感じです。もう本当に、ね、中身は、具材というか、入ってるものは同じっていう感じですね。以上です。へー。へー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 。なんか熱くなってきた。